皆さんこんばんは、晚上好。日本語のどこ、何、どうしたの？中国語で言うと何、什么、怎么了ですね。そうです。テキストの中にはこんな風に書いてます。これは標準語です。でも実際に中国の南の都市に行くとき、例えば広州とか四川とか行くときは、みんな何の代わりに何とか什么の代わりに什么言いますね。あんまり負け舌は言わないです。はい、私も中国南出身です。本当に中国語すごく気を使わないと什么言ってしまったの可能性もあります。でもせめで什么と什么、せめでは何の意味わかりますが、でも中国の北側の都市に行くとき、みんなは何の代わりに哪儿、什么の代わりに啥、怎么了の代わりに咋了、完全に単語を書いてしまいましたね。でも南出身の私はわかります。なぜなら、ある程度の表現はもう中国の標準語の中にも入ってますが、ある程度の北側の表現はもう標準語にも入ってますが、でもテキストの中にはあんまり載せてないですね。特に初心者向けです。じゃあどうしよう大丈夫です。今日は中国国内共通する北側の単語を、北側の方言の単語を一緒に学ぼう。南出身の中国人にしてもわかります。そしてテレビとか日常会話とかしょっちゅう出てくる中国語の単語、もしこれから北京とか大連とかその北側の都市に行く予定があったら、今日の内容はすごく大事と思います。好的、じゃあ一緒に学ぼう。一番さっき言いましたね、你在哪儿、你在哪儿。赤の方は北側の表現、南の方は青の方は一応南の方、まあ南の方もそもそも標準語の単語使っている単語ほぼ同じ、ただ発音はみんなそんなに標準じゃないだけですね。はい、例えばあなたはどこにいますか。你在哪儿、哪儿、哪儿、你在哪儿。これは北側の方ですね。あなたはどこにいますか。你在哪儿。南の方、まあ標準語、標準の方だったら你在哪里、哪里、哪儿と哪里、どっちもどこの意味です。だからあなたはどこにいますか。你在哪儿、北側の方。你在哪里、南の方。なのでマンダリンというのは標準語、標準語は今哪儿と何、どっちも標準語になっています。はい、これはあなたはどこですか。2番目、あなたは何を言ってるんですか。まず北側の方、你说啥、你说啥。啥は何の意味です。你说什么、あなたは何を言ってますか。什么、これはテキストも什么ですね。でも標準語も什么、でも啥は北側の方言です。啥、啥、你说啥、啥。だから什么は啥、じゃあ为什么は为啥、为啥になります。覚えましょう。啥、啥、你说啥。好的、次、これはそうですね、これもどっちも標準語になっています。スプーン、スプーンの中国語はシャオズ、シャオズも正しい。テオグン、テオグンも正しい。テオグンとシャオズどっちもマンダリン、標準語になっています。でも
南の人にとってはシャーズ、ちょっと大きなスプーンのイメージ。でも北側の人から見るとシャーズは別にサイズと関係ないですね。あとはもしかして南側の人は、あ、北側の人たちはティアオグンの意味知らない友達もいましたね。ティアオグン、ティアオグンもスプーンの意味。はい、次はどうしたの、どうしたのはこれザンマラ、標準語もザンマラですね。でも北側だったらザーラ、ザーラ、ザーラ。じゃあスプーンはどうしたの、シャーズザーラ。これは本当に完全に北側の感じですね。シャーズザーラで普通南か標準、あ、ティアオグンザマラ、ティアオグンザマラか、シャーズザマラでも大丈夫です。今シャーズとティアオグンも両方も標準語になっています。次はこれもすごい面白い表現で、表現です。老爷、老爷、老爷はお母さんのお父さんです。なので、老老、老老、お母さんのお母さんです。これは北側の表現です。じゃあ南側の方は、外公、外公、お母さんのお父さん。外婆、お母さんのお母さんです。じゃあ、まあ、日本語どっちもおじいさんですね。おじいさんの携帯がなくなりました。老爷的手机丢了、丢了、丢了。で南の人はどんなふうに言いますか。外公的手机掉了、掉了。これはどっちも携帯がなくした。でもどっちかというと丢の意味は捨てるの意味と、なくしちゃったの意味もありますね。でも一般的にもし北側の人たちは携帯なくしちゃったの時、みんな、あ、手机丢了、手机丢了言います。手机掉了ほぼ言わないです。でも南出身の人たちは、私も含めて、携帯がなくしちゃったの時はよく手机掉了、掉了、掉の意味は落ちる。まあ日本語もなんかなんとか落としちゃった、まあ落としちゃった、落ちちゃった、うん、そうですね。これもなんか北側の人たちもすごい理解できない、なんで南の人は手机掉了言います。掉了は落ちちゃったの意味、拾えばいいじゃないっていう感じ。でも南の人たちにとっては手机掉了はもう携帯がなくしちゃったの意味と、北側の手机掉了同じの意味。じゃあ標準語はどっちですか。どっちも、どっちも正しいです。手机丢了と手机掉了、両方も携帯がなくしちゃったの意味です。はい、なのでもし携帯がなくしちゃった、落としちゃったは丢了か掉了。携帯がなくしちゃった、手机丢了か手机掉了、どっちも正しいです。なのでもしこれから北側の都市に行くとき、赤の方をちゃんと覚えましょう。で南の都市に行くときは、まあ標準語マンダリンとすごい近いので、でも多少なんかあの、あ、すとか、まあ、下はっきり言ってないなっていう理解する気持ちもちゃんと理解しないと、多分たまには通じない、あれ、す、し、す、どっちとか、たまにはこんな問題もあります。なぜなら中国ではみんなもう本当にニュース以外に、ニュース以外に、まあドラマとか以外に、たまには ドラマも方言使ってますね。だからあのマンダリン、標準語言ってる中国人実は少ないです。なぜなら北京人は北京語、上海人は上海語、桂林人は桂林語です。家族と話すとき無駄の言語に なりますね、はい。でも標準語マンダリンは勉強しなきゃいけない。なぜなら全員と購入できるので、だから続けて一緒に学ぼう。好的、もしこれから旅行行くとき、どっち側行くのときはある程度分かったらすごくいい、すごく便利と思いますので、
はい、ぜひメモしてくださいね。好的、谢谢大家。今日は見てくれてありがとうございます。また明天见、再见。